ホテル周辺のパノラマ画像プレミアホテルモジコ、旧称、モジコホテルは、福岡県北九州市モジク港町にあるホテル及び、オフィスビル。2016年現在は、プレミアホテルグループに属する。モジコレトロ地区の観光の拠点として整備された。イタリアの建築家、アルドロッシの遺作である。設計のテーマは、門を呼び覚め。インテリアデザインは、内田茂る。 港湾船舶関連企業が入居するオフィスが併設されている。開業当初より2013年9月までは運営をジャスマックに委託していたが契約切れのため撤退。その後3、キャピタルマネージメントと交渉を行っていたが不調に終わり、一時は文字工開発による自主運営となっていた。2015年1月に県コーポレーションがホテルを買収し、 2016年10月にプレミアホテルモジコにリブランドした現在に至っている。リブランド後、外国人観光客の増加などにより平日でも満室の状態が続くようになったため、2017年10月からオフィス部分の改装に着手、2018年2月に新客室28室がオープンし、送客室数は162室となった。ありがとうございます。